カッシーワがいる。ああ、ここあれか。知ってるぞ、ここ。止まれ止まれ止まれ。スローダンサー止まれ。おい、カシワ。カシワ。ヘイ。実家。ん?これは失礼しました。歌に夢中になっていました。この歌は今は亡き私の師匠が作ったものです。いつも言ってるよな。師匠は数年前に亡くなられましたが、一番最後に師匠から教わったのがこの歌でした。なるほど。すみません。つい思い出話をしてしまいました。実はこの土地にも試練を乗り越えた勇者の古の歌が伝わっているのですよ。いいですか?この土地に伝わる古の歌、お聞きになりますか?聞く。一筋の矢、二つのは射抜くとき。長いんだよな、読みが。勇者の試練が姿を現す。和とはこの岩のことでしょうか。勇者の試練とは一体どういうものなのでしょう。もうお前3回目だぞ。秘密が隠されてるんですね。こっちとかじゃなかったっけ。うわ、めんどくさ。はい、邪魔邪魔。なんだお前ら。時間が時間だからな。あれじゃなかったと思うんだけど。これコログとかじゃない。あ、持ち上げれる岩じゃないか。とりあえず輪っか二つ連なってるように見えるとこ探さなきゃいけないんだよな。あの上の輪っかとかどうだろう。あ、無理だな。こっからじゃ通んないや。あっち。通んじゃねこれ。通んねえかな。こっからあの輪って。厳しいかな。無理だな。角度的に違うか。どこだ通るやつ。これいけんじゃねえの?オッケー、いった。ふぅ、これはどっちだろうな。簡単なやつだったらいいけどな。中入ってみるか。祝福の可能性あるし。どうしよう、先にあいつカシヤに話聞かないと。多分カシヤどっか行っちゃうからな。クリアして出てくると。ちょっと褒められたいしな、カッシーワに。おい、解いた。あ、流星がなんか。お見事ですね、あなたはやはり。またどこかでお目にかかりましょう。あなたの旅路に光がありますように。なんか、流れ星見えるけど。どっか落ちたな。行くぞー、スローダンサー。帰る。オッケー。シ・ダゴス。オッケー、中入ってみよう。並列思考。まあ、二つのことを同時にやれって。こういうことかな。まあビタロックで止めてもよかったんだろうけど。終わった。一瞬。さて、まあ、あと本当に塔を目指すだけかな、残りは。
歌詞はどっか行ったかな。あ、歌聞こえなくなったからどっか行っちゃったわ。よし、じゃあ塔はどのくらいで着くかな。とりあえず目指していこうか。今なんか雷落ちなかった？うわー、なんだあそこ、雷が。なんだここ、谷がすごいぞ。あっちもこっちもすごいな、なんか。なんか声聞こえたな。これは死体、ん？殴られてる誰か。助けてやるか。クソ、壊れた。これでいいや。大丈夫か？あ、魔物エキスだ。キルトンの。なんだこれって顔してるわね。そいつは魔物エキス。魔物やキルトンってやつが作った薬だ。それを料理に混ぜるとぐっと旨味が増すんだ。間違いなくいい品だから安心しな。なんでもそのキルトンってやつは、異常なまでに魔物に興味を持っていて怪しい研究をしているらしい。その魔物エキスの他にも怪しいものを作っているという噂もある。一体どんなやつなのか、どうしても痛くて方々探しているんだが、これがなかなか見つからない。アッカリ地方のドクロの形をした池というところまでは突き止めたんだが、そこがどこにあるのか、とりあえずここアッカレじゃねえからアッカレ行けよ。アッカレ反対の方だぞ。アッカレこの辺だぞ。とりあえず君はアッカレに行くべき。よし、スローダンサー。ちょっと寄り道したけどまた行こう。どうしよっかな。塔は上か。なんかここ地形気になるんだけどね。結構ボコボコしてて。上だからここ通っていくしかないけど、なんだあれは。なんだ、やめてくれ。追われてる。あー、そこすごい雷雲があるんだけど。あ、待って、あれ。メド？メドじゃない？てか、あそこもうあれじゃん。見えてるな。リト族の、ここあれか？あー、いやー、俺嫌いなとこだ、ここ。めちゃくちゃ嫌いなんだよな。魔物が嫌いなんだよ、ここにいる。電気系がいるんだ。あの見えてるやつが、リトの村だ。メド飛んでる、メド飛んでる。飛んでるメド見えるじゃん。あー、ここがリトの村なのか。と、やだなー。あれ？いた、スローダンサー。あの、周囲にいる奴らが天候変えてくんだよな。頑張っていくかー。多分難しいぞ。ゾーラの兜ってどこで手に入るんだろうな。いて。一射を壊されたか。足場、あ、一心だし装備してんの。やばいっす。ちょっと待って。いててて。装備落としちゃう。装備落としちゃう。丘陵の塔。上がって上がって。やーばいやばいやばい、沈んでる沈んでる。よっしゃ、乗った。何やってても多分ダメなんだけど。倒さないことには。壊された。壊されたってか、壊れた。やべ。やめろ。やべ、ちょ、風切りどっか行った。ちょ、装備どっか行った。えい、ちょ、俺の装備どこ行った？てか死んだんだな、今、俺。
やばいな。武器拾えてないな。あいつが拾ったのか。いや違う、拾ったやつじゃない、あれは俺が落としたやつじゃない。ことごとく下に落ちてんのか。あ、そこにある。違った、エレキースだこれ。くそ、やばい、やばい。だから嫌いなんだ、ここ。やばいなぁ。やばいなぁ。くそ。退散だ。待って。エレキ耐性あったな、俺。これ。やっば、装備がマジで持ってかれた。これで登れねえかな。死ぬ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 。ダメか。あー、ダメだこれ。ああ、なんとかなってる。やば、武器なくしたの痛えな。やべ、盾が今度はなくなった。いいやつどんどんなくなってく。クライブクライブクライブ。あー、下まで落ちたー。あー、よかった、上だ。なんとかなって行くー。くー、丸腰。くー、ああ、やばい。絶対攻略法が、まず違うんだよ。あ、エレキガードある。ういー。今のうち、今のうち。上まで、まあちょっとか、あとちょっとだな。
なんとか上がれろ、なんとか上がれろ。ふう、やべえ、大量に武器なくしたの痛えな。ああ、あとちょっとなんだ。この場所は嫌いなんだ。だから嫌なんだ。ああ、着いた。なんかおる。回収できるかな。沈んじゃったのかな、そこに。広いねー。ああ、道続いてんな。くそ。でもここで途切れてなんか変なとこ行ってるな。上に行く道だし。ここまで行けば飛んでけないかな。いや、遠いか。なんか、違う場所に行く道っぽいけど、とりあえずここにマーク置いとくか。で、さっきの誰、高いですな。でも超人がいそうな気配が。脅かしてみよう。うおー、いつの間に。脅かさないでくれ。どうやって君はこの塔の上まで。んー、命からがら登ってきただけなんだけど。何、それはこちらのセリフですとな。質問に質問で答えるとは、我が輩は超人の研究をしている学者でな。ある日、超人の目撃証言が多いこの辺りを歩いてみると、あのいきなりの大地震によって地面の下からせり上がってきたこの塔に巻き込まれてしまい、それからずーっと塔の上で降りられないまま今にいたり、まあ、ここで生活しているなら食べ物どうしてんだろうな。だがしかし、我が輩にとってはピンチこそがチャンスであり、ここは超人の研究にぴったりの場所なんだな。して、君は塔の上に登ってきてしまって降りれずに困っているのかな。いや、飛んで降りれるけど。何、超人のように空を飛ぶことができるのか。それは本当か。我が輩はハイリア人が超人のように空を飛ぶ方法の研究をずっとしているのだな。え、飛べるわけではなく滑空するですと。それでも十分なんだな。滑空距離を計算し研究すれば、いつか人は超人のように空を飛べる時代が来ると。超人ってリトのこと。我が輩は信じて研究を続けること続けることができるんだな。そうだ君、我が輩の研究のためにここから滑空してどのくらい飛行できるのか飛んでみてはくれないか。君を我が研究鳥人間チャレンジ1号と認定するのだな。我が研究のために滑空を見せてくれたら飛行距離によって賞金をお支払いしよう。まあ1回だけだな。まずなんか金取られるなこれ。超人研究の名前に君の偉業も、とわに語り継がれることでしょうな。ただ、滑空は空を飛ぶのとは違うからな。この研究はとても危険なものなのだ。武器拾いに行きたいからちょっと待って。いっぱい浮いてる。あれ俺のじゃね？うわぁ、このぐらいしかないのか。あと全部沈んだのかな。うわぁ！あれ全部俺のだよな。あ、エレキガードの力かな、これ。雷食らってんのに。拾えないのかも、あれ。向こうだ。行って。射撃は食らうんだ。うーわー、うっとうしいなお前ら。
ふう、倒せた。ちょ、武器くれ。潜れないからな、落としたの拾えねえのかな。見えてんだけどな。めっちゃ俺が落としたの。届かないんだ。クソ。結構大事な装備だったんだけどな。あ、なんか知らんの手に入れた。かー、取れないのか。失ったものが大きいな。塔を登るためだけだったのに。鳥人間やるか。このデタラメな格好は早くやめた方がいい。今回時勇者デッキで行くぞ。じゃあまあ飛んでみるか。大して飛べないけどね、スタミナのあれ持ってないから。ファーストテイクって感じ。着地位置、風向き、現在の体力など考慮し、遠くまで行ける、位置を探し出してほしい。準備ができたら早速滑空スタート。鳥人間チャレンジ1号よ。大空へ前。これ登れないの？つかめないんだ。まあいいや。ほい。やべえ、今の飛び込みが無駄に変な動きしたから、位置が下がったぞ。祠ある。このやばいとこに祠あんのか。どこだ。あった。今なんか撃たれたような音しなかった。ここ道なんだ。まあ後で来るでしょう、道なら。やばー、奴らがいる。ちょっと伸びた。はい、終わり。すげえ敵陣待った中。これ強制で戻るんだっけ。うむ、今回はわずかですが成果がありました。君が 544.3 メートル飛んでくれたおかげですな。研究とはこのような小さな一歩の積み重ね。いつか実り花咲く時が来ることを信じて。え、賞金はどうなるのかって？賞金。研究の成果より賞金ですか。約束も大事ですからな。賞金。はぁ。あ、間違えました。よかった。どうですかな？いや、やらん。今日はここまでだ。あそこになんかあるんだね。エポナ乗っていくか。怪しいとこ。いや、エポナに乗らずに、俺がまた滑空で行って、マーキングして、塔に帰ってエポナ乗って、道で、青印のとこまで行こうか。キワ・ザ・タス。よし、とりあえずマーキングだけでいいや。他は何もないかな。いやー、武器なくなったけど、まあ、アミーボでまた出るかな。よし、もう一回、と。エポナどこ？エポナじゃねえや。スローダンサーだ。あれか？いや、あれ違う。あっちか。あの、道なりに行けばいいのか。
スローダンサー行こう。ふう、ひどい目にあったな。体力もう減ってるし、回復しとこう。焼きバス食ってろ。どこ行くの、スローダンサー。スローダンサー、あ、うまい宿だ。あれがだからここから反応してんのか。何の馬宿？タバンタ大橋。カンギスさん、どうした？ああ大妖精様。ああごめんごめん、考え事してて。大妖精様は君を知ってるよね。なんでそんなそんな一般的なんだ。ほら、昔話にもよく出てくる大妖精様。まあ、昔話に出てくるんだね。僕は大妖精様はきっと実在すると信じて旅をしながら探しているんだ。うん。最近、タバンタ大橋の先に出現した塔の上から、昼過ぎに日が影を落とす方角を眺めると、それはそれは美しい大妖精様の泉が見えると、風の噂で聞いてこの馬宿まで来てみたんだ。けど、とてもじゃないけど、あんな塔登れそうにないよ。せっかく大妖精様が大好きっていうルピを貯めたのに。ねえ君、君ならあの塔にも登れそうだし、僕の代わりに大妖精様へお布施のルピをお供えしてくれないかな。引き受けよう。いくらくれる？それじゃ僕が貯めた500ルピ君にあげる、預ける。持ち逃げしないでね。500で足んないんじゃない？これもしかして。ん？どこだ？ここらどこだ？あの岩山の上、あ、あったあったあった、あれか。